チャッキー王子のボンクラ映画レビュー。こんにちは、チャッキー王子です。僕がスティーブン・キング原作で一番好きな映画は、炎の少女、ジャーリーなんですね。えー、リメイク版ではなく、オリジナルのドリュー・バリバー,ー版です。公開当時は、大不評。要するに原作とはかけ離れた内容と、チープな特撮で、えー、大、 批判されたもんでしたけどね。僕大好きなんですよ。えー、後にショーシャンクとか、結構フランク・ダラモンと組んだグリーンマイルとか感動作とか、イットとかね。まああのー、そういうスタンドバイミー、えー、ガキンチョが冒険するみたいな感じでドリームキャッチャーもそうでしたね。えー、そんな感じのキング映画はたくさんある中で、いっちゃん怖いは、ね、やっぱシャイニングやけど、 一番面白いのは僕、炎の少女、チャーリー、ファイアスターターなんですよ。うん、映画館で、中学、中学生かな時見まして、で、えー、結構炎の演出好きで、で、超能力の映画で、初めてあの、年力使う時に髪の毛が稼でなびくという演出をして、後にそれは超能力者を表すような感じで、デフォルトになりましたよね。 なんかノール使うときは髪の毛がこう、風になびくっていう演出増えました。はい。そういう意味でのエポックメイキングでもありますし、えー、やっぱり、こないだ、あのー、リメイク版見たんですけども、それはそれで良かったんですが、えー、ドリューバリモアがめちゃくちゃいいです。だって、未だにまだ40代でしょ デビューがね、ET というかもう、ET がデビューではなかったな。えー、確かその前に、えー、なんか一本ありましたね。えー、と、ちょっと忘れちゃいましたけど、あのー、あの、いや、あれですね。はい。わかる人はわかると思います。本当に小役で出て、で、えー、ポルターガイストに出演する予定だったんですが、いや、 その時にスピルバーグはこの子はもっとすごいんだからってことで ET のえーガーティ役になったということになります。はい。えー、それ以降、この主人公としてやったのが炎の少女チャーリー、ファイアスターターですね。えー、と制作の方がキングコングでおなじみのディノ・デラオレンテスという え大富豪がお金出してスティーブン・キングと組みました。スティーブン・キングはほんまにドルー・バリモガートが大好きになっちゃって、この後キャッツ・アイっていう映画でも出てますし、えー、結構ですね、えー、猫可愛が利用してます。猫好きだけにみたいな感じで。えー、チャーリーズ・エンジェルよりも前にスクリーム一作目で出てきた時は大感動でした。美人さんになったなぁと思いましたね。えー、ほんと。 アクション映画としても最高でした。